どうも、トゾルです。はい、ということで、今日もこの時間がやってまいりました。動物タワーバトル DTV やっていきたいと思います。さあ、ということで皆さん、なんとね、今日マジで絶好調で、レートが現在1988でございます。あと1勝か2勝すれば、2000に、夢の2000に到達できるということで、今日はね、こちらから2000に王手をかけた状態からやっていきたいと思います。今日12勝3敗ですからね。しかも、この、ちょっと言い訳させていただくと、こう負けた3回のうち1回は、今日インフルエンザの、ワクチン打ちに行ったんですよ。で、トズルさんってこう、看護師さんが呼ばれて、その時にやってた1敗なんで、実質12勝2敗です。実質12勝2敗なんで、今日はマジで絶好調。ということで、やっていきたいと思います。よし、次勝てば、ワンチャンもうそのままいける。レート高い人来い。あ、一勝ぐらいか。まあ、負けるわけにはいかないですね。自分よりレート低いんで。一応、レートは、自分より高い人に勝つとたくさんもらえるし、自分より低い人に負けるといっぱい取られるっていう感じで、だから自分より格下に負けたくはないですね。ここは勝ちを積み上げたい。さあ、相手亀勢か。亀結構積んできますね。さあ、ここはトナカイとカバで両サイド壁を作って、まあ、もんじゃ焼き方式ですね。いやー、これ結構攻撃力高いよ、相手。かなり攻撃力高い配置作ってきた。さあ、ここで、いやー、でもちょっと相手有利ですね。相手がこうやって、後手後手にこう置いてくるんで、しかもこのカバ不安定。このカバ不安定、ちょっと待って、前にちょっと寄りがちなんで、ちょっと気持ち後ろ、あっ、うわ、止まれ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 、オッケー来た今の止まったの奇跡だろ、マジで。よし、震えて眠れ。あー、マジか、うめえ。相手うめえ。ちょっと待って。ここは勝ちて。頼む、止まれ。よし、オッケー、いい勝負。よし、ここで象を引いたのは、勝ったんじゃない。うわー、うまいわ。やったらうまい。さあ、ヤギ。よし、来た。これはね、相手つらいっすよ。ヤギの上に、さあ、シマウマ、乗せてこれるのか。あー、うまそう、でも。これ乗せてきそう。頼む。うまいわ。うまいわ、お前、ほんと。ちょっと待って。こんな接戦になることあるか、いきなり。いや、きついな、これ。ラクダ引っ掛け。オッケー。来た。来た。神プレイ連発。いきなり。よし、オッケー。さあ、パンダ。パンダ倒れろ。いや、パンダ安定性高いんだよな、結構。よし、来た、転がった。転がりパンダで、ゴール。さあ、これで、2000、お、来た。皆さん、やりました。2000プレイヤーです。2000プレイヤーについになることができました。嬉しい。マジで嬉しい。いや、今の一戦はすごくなかったですか？だって。リプレイとかじゃないんですよ。マジで。やば。今のはね、勝ったのかなりでかかったです。さあ、ということで、もうちょっとやっていきましょうか。今日調子いいから、やればやるほど勝てる気がする。さあ、相手も2000プレイヤーだ。ちょっとね、私よりもレート高いんで、おっと、五増を仕掛けてきましたが、五増じゃなくて 5.5 増っていうのもありますからね。5.5 増でもあれでしょ、時間切れをうまく利用して、5と6の間で置くっていう。結構上級者向けのね、配置です。ここはね、私、プレイスタイルとしては、基本、攻めに行かないんですよね。こう守りというか、自分が負けないような打ち方をするのが、私の、打ち方です。あー、これでもうまいな。こういう攻めがうまいプレイヤーは、本当に尊敬する。マジで。ここは、まあ、厳しいか。止まった、止まった。よし。今日いいぞ。白熊と相性がいい。白クマ、北極グマに助けられてますね、さっきから。これ逆にカウンターになるんじゃない？相手もかなりきついと思いますよ。かなり不安定なんで。よし、来た、勝った。強。今日強、マジで。ありがとう。2020やってまいりました。これそのまま2100とか2200とか行くんじゃない？今、ローカル1位の人が2333位。ローカルっていうか、このゲームの頂点が2333位、3レートなんですよね。かなり今日の調子でいけば、いい感じかもしれない。特に北極熊に愛されてますね。北極熊ってやっぱりこう置くの難しいんですけど、攻撃力高いんで逆にカウンターになるんですよね。さあ、キリンさん、キリンさん怖いな。キリンさん初めからちょっと苦手なんですよね。こう挟み撃ちしたら逆に相手に置かれてなんかちょっと辛いしね。うーん、うまい。
相手うまい。落ち着いてるね。落ち着いてますね。やっぱ2000超えてくると。みんな。よいしょ。OK。セーフ。よし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 。なかなかいい攻めができてますよ。よし。転がれ。よっしゃ、来た。転がれ、動物の森。え、転がれよ。よし、OK。勝ちました。3連勝。え、今日やばい、マジで。ファイナルファンタジーは即飛ばし。ファイナルファンタジーね、初め私飛ばせないと思ってたんですけれども、右上か左上タップすれば即飛ばしできるんで、皆さんぜひ実践してみてください。さあ、ということで、15勝3敗、実質15勝2敗の、私、このまま勝ち続けることができるのか、やっていきたいと思います。いや、いいね。動物タワーバトル DTV 面白いよね、本当に。いいゲームですわ。さあ、9連勝中。あ、9連勝中？え？ちょっと待って。私、最高記録かも。10乗りたいな。10勝したことある人います？私、今まで確か8連勝がマックスだったんですけど、今、最高記録ですね。人生、動物タワーバトル、人生、一番最高記録です。連勝記録が、ギネス記録となっております。全ドズル市場の中で、ギネス記録。さあ、ゾウさん。いや、このね、ゾウの斜め置き、マジで強い、本当に。マジで強い。これどうだろう、下に落としに行った方がいいのか、上の乗せに行った方がいいのか分かんないけど、よし、乗せた。あー、亀か、強いな。強いわ、これ。ちょっと待って。よし、これは乗るだろう。OK、危ねえ、なんか危なかった、今。跳ねた。さあ、相手はこれどう出る？左かな？あー、左はね、いいとこ作ってましたね。これ左乗るんですよね。ただし、私も左乗せに行きますよと。はい。あなたが乗せに行くなら、私も乗せに行きますと。亀！よし、オッケー。今日来てる。動物の神様が、アニマルズゴッドがね、私に降臨してますわ。よし、あー、これはむずい。ちょっと待って。来た！よっしゃ、オッケー。これはもうピラミッドですよ。アニマルピラミッドできてるんで、さすがに無理なはず、相手も。あ、ここで乗せる？亀崩れろ。あ、うめえ、いちいちうまいですね、相手が。よし、来た。ここで、ヤギー、くー連勝ストップです。あ、まあでも、9連勝したのになんで8連勝のままなの？え、ちょっと待って、一番下更新されてないんだけど。なぜ？バグ？バグなのか。もう一戦やってみようか。もう一戦やって更新されなかったらマジでショックなんだが。え？なんでだろう？よくわかんないな。もしかしたらカウントされてなかった。9連勝だったですよね、多分。8連勝だったのかな？見間違え？いや、興奮しすぎて見間違えたという説は全然ある。これをやって考えよう。まあでもね、ここで気を抜いてサクッと負けたらね、さっきまでのレートが水の泡なので、きっちり一勝一勝積み重ねていきましょう。それがやっぱ大事なんですよね。このやっぱりこの動物タワーバトル、どういうゲームかっていうと、メンタルを崩さないゲームなんですよね、本当に。もちろんテクニックだったり知識だったりっていうのはすごく必要なんですけれども、相手に対する揺さぶりにこう負けないというか、相手からの揺さぶりに負けないハートだったり、うわ、うまっ、ちょっと待って。よし。相手の揺さぶりに負けないハートが大事です。あ、8連勝のままだな。もしかしたら、ワンチャン私が、さっき見間違えてたのかもしれない。9連勝してたのを、8連勝を9連勝って見間違えてたのかもしれません。2000で安定しそうだな、なんか。いい感じ。で、ドースターバトルは、あれですね。私からのアドバイスを言うと、電車の中でやらない。電車の中か、隣に人がいる状態でやらないことをお勧めします。うん。それぐらいやっぱ神経すり減らすゲームなんで。あと、一日中これやってたら廃人になりますね。本当に。間違いなく。よし、来た！よし、ありがとうございます。いや、かなりこう、ハート持ってかれるゲームなんでね。そこら辺はちょっと注意して、自己責任で、プレイしていただきたいなと思います。はい。ということで、じゃあ本日ね、かなり大改心でございます。17勝4敗ということでね、レートも2000に到達いたしました。こっからね、結構、他の YouTuber さんとか、動物タワーバトルやってる方がいて、このゲームね、フレンドバトルが楽にできるんですよね。なんで、ちょっと、他の YouTuber さんとバトルするような動画もちょっと予定しております。だからぜひ、皆さんもね、動物タワーバトルのこの人とコラボしてほしいみたいなのあれば、ぜひ教えてください。アポロさんとか草さんとかもね、結構仲いい YouTuber もやってるんで、まあ、そこら辺にちょっと挑戦していこうかなと
思っております。ということで、本日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。またね、動物とバトル、あ、そういえばね、あれ自分でね調べた、あの動物重心知らん、動物って重心があるんですよ。こうどの動物はどこに重心があるみたいな感じで、バランスを取るときに参考になる重心一覧を明日かなんかの動画で、紹介していきたいなと思っておりますので、そちらもぜひ楽しみに待っていてください。ということで、また明日の動画でね、動物タワーバトルでお会いいたしましょう。バイバイ。